楽しかったですよ。何もない中で撮ってくってことはこんなに楽しいことかと思いましたね。あっという間に終わっちゃった感じでしたけども。お待ちました。じゃあ本番。ゴールド。よーい。よーい。はい。よーい。はい。行きます。本番よーい。はい。もう実際本当セットも何もない中ですからね。ドアとか一応仮に作ったとしても骨組みだけの感じでしたから、まあ想像しながら撮るっていうことが、ここは崖なんだ、かなり相当高い崖だ、でもカメラは下の方からグーッと上がっていきたいんだっていうことを言えば、そういうことが後で CG 処理でできるってことだったので、そういうことを想像しながらやってる時間が非常に楽しかったっていうか、うん、大変じゃなかったですね。よーい、はい。はい。まあ、非常に僕としてはフィオナに関してはちょっとエッチに撮りたかったっていうのもあったので、まあこの役に関しては佐藤康江さんっていう女優さんにお願いしたんですけども、まあ自分の顔は出ないけどいいって言ったら OK だったので、非常にこうスタイルのいい元モデルの方ですけども、で胸もボインですし、スタイルは非常にいいんですよね。もう彼女しかいないだろうと思って彼女にお願いして、はい、まあいい動きをしてくれましたね。デビリタスとか大きなちょっと妖怪みたいな化け物に関しては、まあ自分のイメージとしては本読んだ感じと、キャラクターデザインを見た限りではデビリタスはまあ怖いんだけど、ちょっとお茶目さも欲しいなっていうのもあったので、まあちょっとベッドに座ってる時とかに足をブラブラしてもらったりとか、あとまあ脅かす時の手の動きなんかもあまりこう怪獣とか、まあ化け物のような動かし方ではなく、ちょっと決まったような形の動き方っていうか、ちょっとお茶目なポイント風に動いてもらったり、ポイントをつけたりしたりしましたね。そう、ダニエラに関してはもう非常にこう不気味に作りたかったので、僕の好きなホラー映画で中田秀夫監督の女幽霊っていうのがあって、その女幽霊で女幽霊を実際に演じたリタンっていう中国の女優さんなんですけども、彼女にそのダニエラはもうぜひやってもらいたいと思って。ダニエラに関してはかなりホラー要素をたっぷり、でも非常に出来上がった CG を見ると美しい女性に仕上がってたんで、でもダニエラ爪が剥がれたようにない方がいいなって言ってたら、ちゃんと出来上がった作品で爪がない感じになってたんで、ちょっと嬉しかったですね。いや、かなり嬉しかったですね。あ、なってるなってると思って。
今回動物をそういうモーションキャプチャーでやるっていうのは初めてってことを聞いてたんで、かなり動物の動きが大変なんじゃないかっていうことだったんですが、非常によく言うことを聞いてくれる犬で本当に頑張ってくれましたね。そのヒューイやってくれた犬さんは一生懸命、わけわかんなかっただろうけども、もちろん全然わけわかんなくて何言ってんだろうと思ってたと思いますが、頑張って言う通りに動いてくれましたね。ヒューイ、 So you're Huey. Well, hi Huey. よー、はい。私の新しいプラグを作る。お前の手が必要。あ、なんか自分がこのまま後で CG になっていくんだなっていう意味では面白かったですよ。だから、まあ、自分で自分のことを演出するっていうのは非常に恥ずかしいんですけど、でも今回はこういうホラーものだし、だからって僕の役は非常にこう静かに淡々として、最終的にはこうわーっとなる感じだったんですけど、後の CG の演出をちらっと CG で出来上がった映像を見ましたら、あ、随分抑えられてると思いましたけどね。もうちょっと狂ったつもりだったんですけど。あ、そうなんですか。笑う時なんか目とかも動かしたつもりだったんですが、意外にこう無表情の方に。あ、やはりそれぞれの個性がちゃんキャラクターが演じてくれた動きにちゃんと合ってる感じが面白かったですね。へえ、こういう風になってるんだ。あとは微妙なことですけど、フィオナがこうデビルタスに追われて転んでこう下がっていくときにスカートがこうめくれていく感じがいいなとか、でもその辺の微妙さはもちろんな、あのスカートの質感とか難しいみたいなので出せなかったりしましたけど、でもそういうとことかちゃんとこうできてるんでびっくりしましたね。太ももを強調したいとかいろいろ言ってたので。これは偽りのない真実、確実にしてこの上なく神聖なことである。何なんだろう、あの、ね、誰もが持ってるものですからね、うん、狂気ね、計り知れないものでしょうね。分かりませんよ、普段真面目な人が急におかしくなったりする時もありますからね。でももうほとんど世界が狂気に近くなってるんで、もう大変じゃないですか。怖いよ。